アイチゴザサイスサカニーニッポーネンサスは、イネカの植物の一つ。木陰の湿地を這う、ごく小さな植物である。地を這う小型の多年生双本。主となる茎は地表を這い、節ごとに根を出す。さらにその節ごとに直立する茎を出し、その高さは5から10センチメートルになる。全体に毛がなく、ざらつくこともない。葉神は長大円型から高皮神型で、 長さ10から30ミリメートル、幅は4から8ミリメートル、質は薄くて縁は多少とも波打っており、白く縁取りがあるように見える。顕微強化で観察すると円に微細な葉が並んでいる。葉の表裏面、共に立った毛がまばらに生えている。幼少は長さ7から15ミリメートルで、これは茎の節の間より短い。その円には白い毛が並んで生え。 端田は発達せず、白い毛の列となっている。カキは9から10月。果女は円水型で、長さ1.5から5センチメートル。果女は、茎の先端と溶液から出るが、柄が短いので抜き出て目立つことはない。枝は、糸状に細く、ほとんどざらつかず、それぞれに1から5個のコボをつける。コボの柄に先体はない。コボは長楕円型で、単力色。 長さ1.5ミリメートル程度。ほぼ同型の二小花を含む。包み絵は、小ぼと、ほぼ同調で3から7の脈があり、円は膜質。背面上部には長い毛が、まばらにあり、その基部は、膨らんでいる。森絵は果実を包んで、内絵の円を抱え、背面にはまばらに、短い毛がある。森絵と内絵はやや厚手で角質。関東以南の本州から四国。 九州と琉球列島に分布し、国外では朝鮮南部から知られる。本州は最初赤山県新宮市の標本で記載されたものである。なお、琉球列島での分布は限定的で、後実の厚葉配置ご座差の方が広く見られるようである。密生した群落の様子森林内の湿地に見られる。マット状の群落を作りやすい。日本では同族のものとしては、 チゴザサーイグリボーサが普通で、湿地や水田などに普通に見られるが、この種は、茎が直立して、背丈が30から60センチメートルになり、本種と混同することは、まずない。よく似たものとして、アツバハイチゴザサーイクーンシアナがある。やはり派種であるが、全体に一回り、大きく、こぼも2ミリメートルと大きい。また派質が厚い。ただしその分布は、琉球列島で、 九州南部の記録はあるが、疑問もある。別族であるがやや似たものにひなざさコロクニージャポニカがある。一年生の総本で、やはり地表を、はい、塩水過剰に4から25個程度のコボをつける。外見的には、コボの柄が短いこと、明確な区別点としては、コボが小花を1個しか含まないか、または1個の両生毛と1個の大花を含み、 いずれにせよ果実が1個しかつかない点が挙げられる。はや、創始の印象から言えば、むしろ縮みざさにも似ている。もちろん穂が出ていれば見間違えようはない。環境省のレッドデータブックには取り上げられていないが、各県では関東地方と沖縄などで取り上げられている。分布の端に当たるためと思われる。以下、主として、長田 P652、北村ほか、 P362 佐竹ほか、P96 長田、P652 初島、P696 長田、P652 北村ほか、P362 長田、P654 長田、P656 長田、P654。ありがとうございます。